9月30日土曜夜9時から BS 日テレで放送される発見日本の神業スペシャル第6弾。今回もナレーションを務めてくれた脇坂京子さんに番組の感想を伺いました。真言密教がもし中国から日本に渡らなかったらもう途絶えてしまったわけですから、この日本で栄えたということがやはりありがたいことだと思います。そしてこの密教が世界中に広がれば本当に争い事のない素晴らしい私たちの国になるんじゃないかなっていうふうに今日は思いました。空海さん本当にありがとうございます。じゃあ特に視聴者の皆さんに見ていただきたいところってどの辺ですかね。そうですね、みんなが平等だということですね。この宗派だから、この身分だから、この人たちだからっていう差別がない、平等だというところが本当に真髄ではないかと思います。そして私たちの心の中にその教えが浸透すればいいなというふうに思いました。番組でもそれを感じてくださったら嬉しいです。9月30日午後9時から BS 日テレで放送されますので、ぜひご覧ください。ひろみと羽田美智子が世界遺産高野山の謎に迫る。人はなぜ高野山を目指すのか。弘法大師空海が伝えた真言密教の世界を最新 3D 映像で徹底解明。すごいね、この建物自体がもう宇宙みたいな。今年生誕1250年、なぜ空海は今も愛されるのか。国宝空海直筆の書を特別公開。こちらがその文字に隠された秘密とは。先ほど言っておりました、1000年以上も前ですね。さらに1200年前の建築を今に残す職人たちの神業に迫ります。すごい、石と木がぴったり合わさるって。宇宙とつながる瞑想法も体験。発見日本の神業スペシャル第6弾、9月30日夜9時。